平原沖江は、日本のフリーアナウンサー。宮崎県宮崎市出身。宮崎県立宮崎西高等学校、岡山理科大学理学部科学科卒業身長156センチメートル。血液型 A 型。NHK 鹿児島放送局契約キャスターを経て、フリーとなる。野球が好きで取材のほか、プライベートでも野球観戦に訪れる。 大学では科学を専攻しており、高等学校理科の教員免許を取得している。空手経験者であり、有段者である。中学時代は、バスケ部に所属しており、副キャプテンを務めていた。2015年4月11日から同年11月1日まで、NHKBS1 のワールドスポーツ MLB の土曜、日曜のキャスターを務めた。 2015年11月8日から2016年3月27日まで NHKBS1 のワールドスポーツ NBA&NFL のキャスターを務めた。2016年3月いっぱいにて継続プロダクションを離れフリーに、2016年4月9日から同年11月5日まで NHKBS1 のワールドスポーツ MLB の土曜日曜のキャスターを務めた。 2017年4月3日から2019年2月7日まで NHKBS1 にてワールドスポーツ MLB の月曜から金曜のキャスターを務めた。ありがとうございます。